思い出すことなどより第十七章夏目漱石臆病者の特権として世はかねてより妖怪に合う資格があると思っていた世の血の中には先祖の迷信が今でも多量に流れている文明の肉が社会の鋭き 無知の下に萎縮する時世は常に幽霊を信じたけれどもこれらを恐れてこれらにかからぬ人のごとく神に祈って神に捨てられたこのごとく世は今日までこれという不思議な現象に遭遇する機会もなく過ぎたそれを残念と思うほどの好奇心もたまには起こるが 平成はまず出会わないのを当然と心得て済ましてきた自白すれば89年前アンドリュー・ラングの書いた「夢と幽霊」という書物を床の中に読んだ時は花の先のともし火を一時に寒く眺めた1年ほど前にも「霊妙なる新力」という表題に引かされてフラン・マリオンという人の書籍を わわざわざ外国から取り寄せたたことがあった先頃はまたオリバー・ロッジの「死後の生」を読んだ「死後の生」「からしてがすでに妙である」「我々の個性が我々の死んだあとまでも残る」「活動する」「機会があれば地上の人と言葉を交わす」「スピリチズムの研究をもって有名であったマイエルは」 確かにこう信じていいたらしいそのマイエルに事故の著述を捧げたロッジも同じ考えのように思われるついこの間出た子供もはの遺書もおそらくは同系統のものだろうドイツのフェヒナーは19世紀の中頃すでに地球そのものに意識の損すべきゆえんを説いた石と土と荒金に霊があるというならばある とするるを妨げる自分ではないしかしせめてこの過程から出発して「地球の意識とはいかなる性質のものであろう」ぐらいの想像はあってしかるべきだと思う。我々の意識には敷居のような境界線があってその線の下は暗くその線の上は明らかであるとは現代の心理学者が一般に認識する議論のように見えるし。 また我が経験に照らしても至極と思われるが肉体と共に活動する「心的現象に火用の作用があったにしたところで我が暗中の意識すなわちこれ死後の意識とは受け取れない大いなるものは小さいものを含んでその小さいものに気が付いているが含まれたる小さいものは自分の存在を知るばかりで 己らのより集まってこしらえている全部に対しては風馬牛のごとく無頓着である」とはゼームスが意識の内容を解き放したりまた結び合わせたりして得た結論である「それと同じく個人全体の意識もまたより大いなる意識のうちに含まれながらしかもその存在を自覚せずに孤立するごとくに考えているのだろう」とは 彼がこの類推より下しきたるスピリチズムに都合よき家庭である。家庭は人々の随意でありまた時にとって研究上必要の活力でもある。しかしただ家庭だけではいかに臆病の結果幽霊を見ようとするまた迷信の曲不可思議を夢見んとする世も心力を持って彼らの説を報ずることができない。 自分に経験のできない限りどんな綿密な学説でも我を支配する能力は持ちえまい。世は一度死んだそうして死んだ事実を平成からの想像通りに経験した果たして時間と空間を超越したしかしその超越したことが何の能力をも意味しなかった世は世の個性を失った。 世の意識を失ったただ失ったことだけが明白なばかりである。どうしたら幽霊となれよう。どうしたら自分より大きな意識と名合できよう。臆病にしてかつ迷信強き世はただこの不可思議を人に待つばかりである。迎え火を焚いて垂れ待つ炉の羽織。